いやいや、皆さんお元気ですか？今回の聖書はローマ人への手紙12章の10節でございます。兄弟愛を持って心から互いに愛し合い、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさい。 ご存知のように、アフリカで牧師が集会したら少なくとも50万人は集まりますね。これはナイジェリアでは、ね、120万集まったんですよ。ね、で石油中にね、人が癒されるんですね。ウォー、ウォー、ウォーと、両耳が起きるんですね。ウォー、誰かが車椅子を上げて、癒されたって叫んでるんですね。とか120万も集まってます。ウォー、ゴー、ゴーってこんなになるんですね。すごいですよ。とにかくね、盆景が集会すると、アフリカには少なくとも50万人集まりますね。ね、ナイジェリアで120万集まった。そこで私は、ね、ナイジェリアの牧師に会ったと聞いたんですよ。なんで盆景の時あんなみんな人が集まるのって聞いたらね、彼こう答えました。盆景が来たら、我らは教派を超えます。我らは教派を超えます。いや、教えられましたね。もう共和の壁を越えてね、旧礼のためにみんな一致するんですね。今夜のテーマは教会の一致ですけど、この教会の一致でね、最も大切な御言葉の一つはね、ローマ12章の10節。兄弟愛を持って心から互いに愛し合い、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさい。私たちの宣教師訓練センターは全くの調教派なんですね。30年目始めたんですけれど、日本に人しかなかったんですよ。そこでね、教派から言ったらね、日本キリスト教団からペンテコステまで、いろいろな教団から来ますよ。それから進学校の背景から言うとね、等身大からね、生駒までって言うんですけどね、生駒に有名なペンテコステの進学校がありますからね、等身大は有名ですよ。日本技術教団の東京進学大学にいてね、等身大から行くまで、いろんな人が来る。私たちのその専業で訓練センターはね、人しかありませんでしたから、30年前始めた時にね。で、ここで一番大事な御言葉はこれなんですよ。兄弟愛を持って心が互いに愛し合い、尊敬を持って互いに人を自分より勝ってると思います。つまりね、私たちの訓練センターはね、いろいろな教団、私いろいろな進学校から来ますからね、この御言葉がモットーなんですね。つまり何かっていうと、何て勧められてますか？兄弟愛を持って心から互いに愛し合い、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさい。他のクリスチャンを自分より勝っていると思いなさいなんですね。わかります？自分の方が勝っているんじゃなくて、他のクリスチャンの方が勝っていると思いなさい。これですよ。ですからね、こういうふうに私たちの宣教師訓練センターではね、宗教改革を許さないよっていうんですね。例えば ね、バプテストが来るでしょ。その時バプテストは大体がね、保守的ね、聖書的伝道的なんですよ。とてもいい教会多い、バプテストはね、すぐ来るでしょ。その時彼はね、バプテストほどいい教団はないと思ってますから、よし、この訓練センターはバプテスト式にしてやれ。そんなこと思ったらダメなの。ね、尊敬を持って互いに人を自分より勝ってると思いなさい。他の訓練生の方が勝ってると思いなさい。ね、だからバプテストの訓練生は、ペンテコステから来たその訓練生の方が勝ってると思いなさい。ペンテコステの訓練生は、バプテストの方が勝っていると思うんですね。お互い学び合うんですね。それうちのモットーだからね、もう宣教師になりたいって大体燃えてますからね、ついね、自分の教団からいいの今のはないと思ってますんでね、改革してやれな思ったらダメですね。他が優れてるんですから。バプテストの訓練生はペンテコステの訓練生から学ばないと、ペンテコステの訓練生もバプテストから学ばないと、長老派から学ばないとね、他が優れてると思いなさい。ですからね、わかります？ですからね、うちの訓練センターはね、自分の確信通り何やってもいいんです。威厳で祈るときはどうぞご自由、威厳で祈ってもいいんですね。
ロボ伝道したいのと50人ですね。自由時間がありますから、ロボ伝道したいのもあるでしょ。と、黒磯駅前でやりますよ。でも、押し付けない。なんとかなんとかってやらないですからって言ったらダメね。自分の確信で生きていいの。しかし、押し付けないの。むしろ書いて学ぶの。自分より高すぎてると思いなさいですからね。で、1998年にね、有名な天安門事件が起きたの、ドーンとね。1982年ですね、天安門事件が起きた、ドーンと起きたんですよ。ね、その時にね、たった一人で、訓練生、ほとんど福音屋だったのに、たった一人、ペテコスから来た、その訓練生がおりましてね、あの時ね、天安門事件ってのは、テレビに茶の間に出たんですよ、あのデモがね。なぜかというと、小平が天下を取りましてね、近代化グループが、毛沢東グループを追い抜いてね、ついにね、近代化グループが天下を取った時に、近代化グループというのは、中国の門を開いて、ね、自由に諸外国を取り引きして外貨を稼いで、平気の近代化をしたいというのは、近代化グループなんですよ。で、毛沢東グループというのは、近代化せんでいい。新しい兵器なんかいらない、古い兵器で大丈夫だっていうのは毛沢東なんですね。それでね、毛沢東はね、もう実績ありますから、近代化グループがね、毛沢東どうしよう、もう開いて、外国と取引して、それでね、兵器を近代化しようよっていうのは、それと仲間として中国がね、ミサイルはね、中国向いてたんですよ。だから、見てください、世界中の共産国、全部ソ連型なんですね。中国型って一つもないんですよ。出ようとしたら、ぐっとミサイルを向くんですね。で、脅かされてね、だからそういうわけでね、毛沢東どうしよう、外貨稼いで、ね、それで平家の近代化しようよ、と言うでしょ。劉少奇がトップだったの、当時、近代化のね。だから、ノーノーノー。私たち古い兵器で障害責任勝ったろ。国民党に勝ったろ、我らが。兵器が新しかったからそうじゃないんだろ。古い兵器で勝ったろ。兵器なんか古くていいんだ。というのは毛沢東。もう実績ありますからどうにもなんないですね。ところが、劉少奇は賢いからね、議論して負けてしまうんで、毛沢東にずっと共産党の中にね、近代グループ増やしていったんですよ。党の中にね。そう、周り見たらみんな近代化グループで、もう毛沢東何言っても通じなくなっちゃって、失意のうちにから上海に落ちろみたんですね。で、4人組と一緒になって、ダーンとクーデター仕掛けたのが文化大革命なんですね。いまだに日本人はね、中国文化大革命って何のことか分かんないんですよ。朝日新聞が嘘ついたからね。なんて言うか。朝日新聞が黒を白で報告した。今素晴らしいことが起きてる。あの時ね、近代化グループと毛沢東グループバーッとぶつかってね、崩れたんですから。2000万を死んだって言われてるんですね。日中戦争で死んだ中国人1000万ですよ。その倍死んだ。それくらいの戦いだったんですよ。ね、文化大革命っていうのはね、もうそういうもんだ。上海からの砲撃とかね、上海からのろしって言うんですけど、上海に落ち延びた失意のうちにね、毛沢東が緩みの一緒になって、ダーンと仕掛けて、クデターが文化 大革命なんですね。わかります？それでクデターで点が取ったんですよ、毛沢東。ところがね、それがね、なぜ茶の間に出たかっていうと、鄧小平はね、近代化グループを引き受けたんですね。劉少奇の弟子の、ね、わかります？劉少奇、文化大学に殺されちゃったからね。で、鄧小平が天下取りまして、今度は近代化がね、その時ね、毛沢東グループを追い抜いて、また近代化グループがね、天下取ったんですよ、中国で。その時にね、鄧小平は諸外国と取引するために、ソ連でもゴルバチョフがね、ペレストロイカをやってるでしょ。で、北京に呼んでね、ゴルバチョフはね、
二人が握手している場面を世界に報道してもらおうと思ったんですよ。中国はもうこれから近代化しましたよ、これから外商外国を取引しますよということをテレビでね、やってほしかったんですね、世界中。そこでゴルバチョフを呼んで北京で握手している姿を、場面を世界中に報道してもらうために報道関係者が呼んだんですよ。普通中国は見せないでしょ、いろいろこと。ところがそれを呼んだんですね。で、学生はね、今だ、ね、俺たちは何も印象なんかされてない、ね、もう自由なんかないって本当のことを訴えようって言うんで、報道記者が山ほど来ますから、障害国からね、天安門で民主化してくれと叫ぼうって言って、みんな集まってね、デモがどんどん増えましてね、もうそれが報道機が空いてましたから、もう茶の間に出ちゃうんですよ。わかります？どんどんデモが増えましてね。で、その時私の訓練センターが2人中国に行くことになってるんですね。だから私たちはもうテレビに釘付けですよ。どうなるかっていうことね。で、ついにね、デモが100万くらい増えたんですね。警察官までがもうデモに加わったんですよ。ね。もう風前の灯火、共産党。そしたら人民解放軍出てきたんで、タンクと一緒にドワーッとね。だって訓練生たちも、もう釘付けですよ。先生、タンク出てきましたけど、撃ちますかね？見てられ、撃つから、中国撃つんだ、こうやって言ったら、ドラララララってタンクで100万でも潰したんですね。有名な、シャルマン出てたんです、あれはね。それで学生の読みがちで、世界中で本当の民主化がされてないということが分かったわけですね。あれは文化大革命、ごめんなさい、天安門事件なんですね。天安門事件が出た。その時にね、我々所長はじめね、もうテレビに釘付けですよ、どうなるか。その時一人だけペンテコスが来てるな、訓練生がおりましてね、女性で。先生、10日間断食していいでしょうかって言うんだね。あ、いいけど、何のためって、中国のために祈りますって言うんですね。で、彼女は10日間断食して中国のために祈ったんですよ。ね、彼女だけペンテコステ、あと全部所長を含め、私も含めてみんな福音や、ね、テレビに釘付けですよ。こういう時テレビ見てるのが正しいんですが、それとも祈ってるのが正しいんですが、もちろん祈ってる方ですよ。彼女はね、それでね、あんた方なんて祈らないのなんて言わないでね、自分で祈ったんですね。10日間先生断食していいでしょうか、努力を自由に、ね、うちは何やってもいいんですから、ね、確信通り努力を自由に。で、彼女は10日間断食しました。そしたら断食が流行りましてね、やっぱり彼女の姿を見てね、あ、断食して祈るってこと、こういうことなんだって分かったんですね。で、みんな断食始まってね、ある時ね、全員断食になったんですよね。なんかいろいろことがあって、で、断食しないのは私だけだった。じゃあ、処置はしないんですかって、俺に問題ねえんだとか言ってね。皆さん、こういうわけで、うちは何やっても構わないんですね。確信通り。わかります？ね。でもね、押し付けない。その断食してる彼女もね、断食してとかが祈ったんですけども、ね、押し付けないんですよ。なんであんたが断食しないのって言わないですね。ただ自分の確信通りやってるわけだけですよ。でも、その姿を見てね、みんな笑うんですね。ああ、断食の祈りってあんだなと、福音派もね、それでね、入りました、断食がね。わかります？まあ、こういうことでね、宝を学ぶんですね。自分より尊敬を持って、高い人を自分より勝ってると思いなさい。他のクリスチャンの方が自分より勝ってると思いなさいですね。他の教派の方が自分の教派より勝ってると思いなさい。なんですよ。これは聖書の教え。ところがなかなかそういかないんですね。私の知ってる牧師さんなんですけどね、この方はね、福音派の中の福音派ですよ。わかります？教会は聖書的ね、伝道的、そして本当に保守的でね、素晴らしい団体なんですよ。牧師も素晴らしい人ばかりね。その奥さんになったのはね、私が京都時代学生伝道してる時に救われた一人の姉妹で、彼女はね、両親が共産党の幹部なんですよ。それで彼女も救われたんですけど、
彼女結婚したのね、献身してね、牧師夫人になったんですけど、その国際映画はね、福音派の中の福音派なんですよ。保守的、聖書的、伝道的でね。それがね、彼らがね、名古屋で帰って伝道したとき、どんどん教会が大きくなりましてね、ついにね、二人とも、ね、異言で祈るようになったんですね。聖霊様の恵みでね、僕らから学んでるからね、異言で祈るようになった。その教派はね、福音の中に福音派でね、異言では祈らないんですよ。わかります？で、彼はね、ね、ほら、昔はあったけど、今はない式の教会ですからね。意見とか予言とか、聖書はできるまであったけど、できては、聖書完成したからにはもうそんなもんいらねえ。昔はあったが、今はないという有名な、これ、話なんですよ。ね、ディスペンセーショナリズムって言うんですけどもね。改革で契約神学って言うんだけど、昔はありましたよ、そういうことは。聖書に書いてあると。しかし、今はもうないのよって言ってるのがね、その教えなんです。で、昔はあった、いやいや、予報にあったけど今はないっていう、この教えはね、聖書を信ずる現代人クリスチャンに、ね、平安を与えたんですよ。平安を与えた。ああ、なるほど。うちの教会誰も異言で祈らないのは、そういうわけか。なるほど。今はたくさん医者が、薬があるのは一般落ちしてね、神様の恵みの一つなんですね。だからもう昔は医者いないから祈る方がなかったけど、今はもう医者がいる、一般運長でね、で医者がいる、薬がいる、ある、だからね、別にね、祈りでなんか必要ないっていうのが、そういう考えなんですよ、福音派のね。わかります？そこで典型的福音派なの、この教会はね。でも彼はね、彼とかその彼女ね、牧師夫妻はね、ついに聖霊体験して、異言で祈るようになって、教会も、それで教会員たちも異言で祈るようになったんですね。それで彼はね、呼び出されるかなと思ったそうです。ね、中央から、なんでお前、我々と違うところでやってなって、ね、なんでそんなことしてなって、呼び出されるなと思ったそうですよ。呼び出しが来た。その時ね、何事も聖書から考えろ。何事も聖書から学べ。聖書中心の教団ですからね。聖書から話せば少し分かってくれるかなと思ってね、ね、彼言ったんだって。ね、聖書から明かしようと思ってね、分かってくれるかなと思ってね、言った。ね、それでね、やっぱり理事会みたいに呼び出されてね、言ったんですよ。何でお前はそんなことやってんだと。私たち誰もそんなことやってない。また進学校でそんなこと教えたことない。それは終わったって言ってるだろうってね。その時彼言ったんだって、先生が。実は聖書によればですね、自分証ししようと。実は聖書によればですねって言ったら、聖書じゃないって言われたんだって。聖書じゃない。ね。それで彼はね、びっくりしたんだって。何事を聖書から考えろ。聖書から教えられる。伝統やなんかではない聖書だ。そこで彼はね、聖書によればですねってくれたら、聖書じゃないって言われたんだって。彼はね、私は先生、あの一言の方がショックでした。聖霊体験よりも。ってね。そうなんですよ。皆さん、いいですか？教団を守ろう。ね。我々の教団を守らなくちゃならないっていうね。その一致を目指すものは悪なんですね。だから真理がどうかじゃなくてね、やっぱり日本人は和の精神なんですね。教団の和のが大事なんですよ。わかります？真理よりも。和も大事よ。でも真理よりもって言うと問題ですね。わかりますか？日本人はそれなんです。私はね、改革科進学校で学んだこと、本当に、神の恵みと今でも喜んで感謝しています。素晴らしい神学ですよ。ところが感覚の中にもこういうことが起きたんですね。実はアルゼンチンにね、教会が、日本人教会ができましてね、それでその岩井光先生がやったんですけど、彼はね、シンガポールに行かれちゃなんだからってね、
先生、今、礼拝80人ぐらい集まってるんだけど、牧会できる宣教師いますかねって言うんでね、電話かかってきたんですよ、私にね。牧会できる宣教師いらっしゃいますかねっていうことはね、あ、そうだと思って思い出したんですよ。慶応大学時代ね、宣教師になりますって言ってた兄弟がおりましてね。で、彼がね、刑事家で素晴らしい働きしてたんですけども、改革派進学校で勉強して、改革派の牧師になったんですね。それでね、浦和でね、改革伝道やって、大きな教会作ったの。まあ、刑事系でもう伝道の方を学んでますからね。彼はね、身を結んだんですよ。ね、大きな教会作ったの。ドーンところが大火事でね、焼けちゃったんですよね。で、改革派の牧師いっぱい本持ってますからね、ほとんど全部焼けて、2冊だけ残ったそうですね。その2冊のうち1冊拾い上げて、パンパンって、その、ここに落としてね、開いたんです、ね。そしたら、僕は宣教師になりますって書いてあった。この開いたページ、最初のページにね。つまり、そういう、読んだ時、彼はね、本当に感動してね、そういう書いたわけですよ。わかりますね。そう読んだ時に、主よ許してくださいってね、宣教師になりますって言ってね、僕はなりませんでした。許してください。まあ、その前にも、気づきなさいっていうサインが前、その前もあったそうです。お子様の一人が、ダーって自転車でね、坂道、降りてくるときに、誰かいたんだって、ペーンって竹なんかに叩かれて、目が、ひどい目になったんですね。その時もね、ね、宣教師になるべきじゃないかって思ったんだけども、まあ、過ぎたわけですね。ところが、開拓伝であって、大きな街道を作ったときに、新しいから、まろやけですね。で、2冊が本願の頃だ。そのうちの1冊開いたら、僕は宣教師になります。そこで彼はね、シューラしてくださいって言って、でね、食い止めたんですね。そこで私、彼を思い出してね、ね、電話したんですよ。あなた、慶応の学生の頃、宣教師になるって言ってたら、出たら、はい。そうは過信してました。あのな、実はな、アルゼンチンでね、牧会できる選挙人が必要でやってだってんだけど、あんた行ってくれないかなって。行きます、行きます。もうね、もう待ってましたみたいな調子でね。おいおい、そんな喜ぶな。あのな、改革がきちっとした団体だろう。こういう時に行きますって言って、官邸行ける団体じゃないだろう。じゃあ私ね、理事長の矢先生に電話するからな。ちょっと待ってなさい。って言って、その理事長の矢先生に電話したらね。それで、こういう場合どうなんですか？すぐに選挙しなってなれるんですかと。はい。改革派協会はね、任命制じゃないんでね。そうでね、個人の名刺が一番大事なんですよ。ああ、よかったと思ってね。それで、こう、こう、彼は宣教師になるんだけどね、こういう場合どうしたらいいんですかって言ったら、ああ、彼の飯が大事ですよ。って言うんでね。で、彼はね、行ったんですね。アルゼンチン。それ行ったらね、なんとね、彼の教会、沖縄の方が多いんですけども、なんと、沖縄の方が多いんですけどね、なんとね、半分、役員の半分以上はもう、精霊体験してる。教会も半分くらいはね、80人くらいいたのよ、半分くらいはもう精霊体験してる人たちで、もうリバイバルでね、俺彼はそういう時に行ったからね、と思って、こう精霊様のことちょっと知らないといかんなと思ってね、彼はそういう本いっぱい読んだんですね。その時に彼はね、自分の病気はね、悪霊だって分かったんですよ。サタンの攻撃だってね。つまり、献身してから彼、急にね、腹がおかしくなってね、4時間ごとピューピューって何かやらないですね。声が出なくなるんだそうですよ。なんかこう、鼻の部分にピューピューってこうやらないとね。それでね、4時間ごとにそれやるでしょ。でも人に気がつかないわけですね。その病気に。でもそれ、検診してからそうなったんだって。そこでね、その精霊関係の本を読んだときに、これ悪霊だってことだってね。それで彼はね、いや、その本を持ってあまりこもったんだって。ね、
それでね、祈って祈ってね、その本に従ってね、それで癒されたって確信が与えられて山から降りてきた。薬全部山に捨ててね。それでね、本当にも癒された。それで、改革協会はきちっとした団体ですからね、あんたちょっとアルゼンチンの報告をしなさいって3ヶ月帰ることになったんですね、報告に。その時ね、彼はね、その海外選挙委員会みたいなのあるでしょ。ね、そこでね、その救いの証ししたんです。ごめんなさい、癒しの証ししたんですね。先生やって、私こういう奇跡を体験しました。どうなりました？全部キャンセル。3ヶ月間日本でいろいろな改革を巡ってね、報告するはずだったんですよ、彼はね。全部キャンセル。そんな変なことを言うのはね、もう派遣するわけにいかないってんでね、その5、6人ですよ、海外選挙委員会の牧師たち、みんな私の友達で、みんな立派な牧師ですよ、わかります？でも団体を守んなくちゃなんない。和ですね。ほら、真理よりも和なんですよ。それで彼らはね、全部キャンセル。その集会。で、彼は、時間が余っちゃったんで、私の電話が来て、先生、ラスに遊びに行っていいですかって、来なさい。ってね。それで遊びに来て、この話してくれたんですね。わかります？改革協会って素晴らしい協会ですよ。本当に牧師もみんな立派ですよ。進学も素晴らしいですよ。特に今の校長先生は私大好きな人でね、素晴らしい人格者ですね。わかります？でもね、どうしても日本人はなんですね。その時に、その癒して何でも来たんだと。ね。ね、うちの伝統的、教会の伝統的会社によれば、そんなこと起きるわけないのになぜ起きたんだ。って言って、もういっぺんね、その自分たちの進学を見直すべき時でしょ。ところが和のが大事なんですね。真理よりも和なんですよ。直ちに全部キャンセルですよ。ね、全ての集会。皆さん、これは困りますね。だからね、自分より他が勝っていると思いなさい。自分の兄弟よりも他の兄弟が勝っていると思いなさいっていうことも大事なことなんですね。で、学ぼうとしない。それを政治は進めて、他から学びなさい。自分よりも他が優れていると思いなさい。ね。これ、教会の一運動でとても大事なこと。お互いに学び合うってことですね。わかりますか？ですから、こういうことで、私たちがこの教会一を叫ぶとき、このローマ12章の10節を忘れてはいけません。いつも他から学ぶ。他の教団から学ぶ。自分よりも他が優れてると思いなさい。自分の教会よりも他の教団が優れてると思いなさい。自分の教団よりも他の教団が優れてると思いなさい。その御言葉を生きてまいりましょう。そしたら素晴らしい一が生まれます。お祈りします。天の父を感謝します。こうしてあなたは一の原則を我々に教えてくださいました。どうぞ私たちが自分よりも他が勝されてると思って尊敬して付き合うことができるように。そして素晴らしい教会の位置が日本に与えられて、大リバイバルが与えられますように。そのためにもこのテレビを用いられたら幸いであります。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。では来週またお会いしましょう。